はね、本当にね、このチェーンリングとの出会いはね、僕にとっては本当にね、なんかね、でしたよ。はい、YouTube! 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回ね、スギノエンジニアリングから発売された新製品になります。こちらになります。はい、ちょっと光るね、出しちゃおう。じゃん、こちらになります。はい、スギノエンジニア、これでもいまいちだな。はい、じゃん、はい、こちらになりますよ。はい、これね、はいね、ピントが僕の顔に合っちゃうかな、どうしようかなってね。こうやってやった方がいいかな。ね、これ、後ろね、見えにくいんだよね。だから、この、ちょうど、この後ろの段ボールになってるんで、これで行きましょう。こんな感じ。なんだ、チェーンリングじゃん。と思ったでしょ。チェーンリング。そうなんですよ。これ、チェーンリングなんですけど、商品名がサイクロイドスーパーヒルクライムです。はい。これの 32T です。もうね、サイクロイドって言われて、知ってる方もいっぱいいると思います。初めて聞くよっていう方もいっぱいいると思います。ね、どんなものかというと、これはあの、新しく製品になったやつで、こちら、シマノのね、FCRS510。このタイプだけ、今までサイクロイドつかなかったんですよ。それが、新しくつくようになったタイプが、こちらになりますね。じゃあ今までのやつってどうだったのって思うでしょう。ね、今までのやつも一応あります。今までのやつはこんな感じ。新しいやつはこんな感じ。同じサイクロイドスーパーヒルクライムなんですけど、楕円の形が違うでしょ？随分。これちょっと合わせてみてみましょう。にょーん。これ穴の位置は一緒なんで、こういう感じになるんですけど、ほら。これちょっと飛び出してるでしょ、上。これ反対向けてみましょうか。黒いやつの方がちょっと凹んでるよね。ここ、こことここ。凹んでるっていうか、形がね、微妙に違うんですよ。そう。だけど同じ32なんですよね、これ。両方とも。50の32っていうのに合わせるタイプの32です。サイクロイドって普通のチェーンリングと違うの？はい。普通のチェーンリング出してみました。はい、これです。これはね、ちょっと32じゃないんですけど、だからちょっと大きさは違うんですが、普通のチェーンリングっていうのはまん丸ですよね。で、これは楕円ですよね。楕円もよくいろいろありますよね、いろんなタイプが。じゃあ、楕円のチェーンリングでも、これ何が違うの？これね、僕ね、たまたま展示会行った時に、あれ？と思ったんですよ。なんだろうこれみたいな。よーく見て、わかります？これ進行方向こっちで、回転はこうなんですけど、通常のチェーンリングは、一個一個の刃の立ち方見てください。これね。あ、これ、こちら。一個一個の刃の立ち方、特にこの辺り見てください。後ろに流れてるんですよ。全体的にね、後ろにちょっと流れてるんですよ。流れが強い場所と強くない場所といろいろあります。これ何よっていう話よ。もちろんね、こいつも新しいタイプも流れてるんですよね、後ろ。はい。場所によって違うんです。この辺はあんまり流れてないけど、この辺りはすごい流れてるとかね、そういう作りになってます。はい。通常チェーンがこういう風に巻きついてますよね。はい、こんな感じで。で、こうやって踏むとこう回っていきます。ね、当然そうですよね。じゃあこれ踏んだ時に、これ踏むと、よく見ててね、こんな感じ。踏むと力がギューッとチェーンに加わります。はい。そうすると、力、もう手の力だとね、弱い、はっきり言って弱いんですけど、踏む力ってすごい力、強いと思うんですよ。で、それでギュッと踏むと、これ見て。最初こう。ギュッ。微妙に上がるんですよね。そうすると何が変わるかっていうと、半径が変わります。半径が通常のこの32の用の長さだったやつが、踏み込んだ力によってギュッと上がってくるんで、その分、チェーンをたくさん持っていけるっていう動きが発生します。ね、面白いでしょ？なんでこんなことを考えたんだろうね。本当にね、不思議な感じします。それで、場所的には、クランクがこの位置になるのかな？この位置になるから、だいたい踏み込みがこの辺が強いと思うんですよ、大抵の方は。なんで、この状態で、ギュッとくるとこういう風に上がってくるんですね。
この辺で一番強い方はこんな感じで、もっとこっちの方で強い方はこの辺でギュッと上がったりとかします。これで、人によって違うっていうのもあるんですけど、もう一つ違う点っていうのは、シッティングの時のと、ダンシングの時の踏み込みが一番強くなる場所っていうのが変わるんですね。シッティングの時は例えばここで一番強いんだけど、ダンシングの時はもうちょっと前になるよねとかね。それにもね、合わせてくれる。一番強いところでちょっと幅が広がるんで、ね、これ見てわかるでしょ、これ広がるの。動きますよね、これ。こういう動きがあります。じゃあ普通のチェンリングこういう動きするのかって話ですよ。やってみましょう。はい、動きません。もう普通のチェンリングはもうここから、こう何遊びじゃないけど、こう動きも、何にも動きもしないですよ。こんな感じ。もう今引っ張っても動かないです。だけど、サイクロイドの場合は、が引っ張ると、こういう風に、こういう動きがあります。こう足がくる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 回せるタイプっていうよりは、どっちかというと踏むタイプなんだよね、とかいう方には、ぜひおすすめできると思います。踏むタイプの方っていうのは、ここからここまでの間、まあ、ちょっと下ぐらいになって、この間がすごい強かったりとかするんで、そうすると、ここから、ここまでの間、この一番、こう、広くなってる部分っていうの。そこで、ギュッとチェーンを持ってきてくれて、弱くなった部分、こうなって下の方とかね、上支点とか下支点のところでは弱いんで、あんまり引っ張らずに、スルッとすり抜けて、またここでギュッとやってくれるっていう。まあ、これで、登りが楽になるよっていうことですよね。僕もね、これ使って、富士ヒルとか出てます。はい。もうおすすめです。皆さんにおすすめしてる感じです。これなんで、今回これ、出たかというと、今までも、この多分、FCRS501 に、これをつけようと思った方はきっとね、いらっしゃったと思うんですよ。つけちゃった方もいるかもしれないです。で、つけるとどうなっちゃうかというと、ここのね、中の金具があるんですけど、これがね、非常に強く当たってしまうんですね。なんで、良くないんですよ。チェーンが常に浮いちゃった状態になってるんで、良くないです。通常の105とかでも少し当たるんですけど、踏むとね、結局、踏み始めると開いちゃうんで、にゃって開き始めるんで、この金具に当たんないんですよね。そこがね、非常に面白いですよね。そういう動きになります。じゃあね、これちょっと取り付けてみましょうか。はい。ではですね、取り付けていくので、後ろのね、このボルトをね、4つ外していきます。はい。通常の純正のやつですね。今ついてるのはこれは34です。34のタイプもこれ、ちょっと引っ張ってみましょうか。はい。ピクリとも動かないです。もうぴったりハマってる感じ。そういう感じですね。引っ張っても浮いてくるようなことはないです。はい。もうね、全然こう、作りが違いますね。じゃあ、はめていきますね。こちら、ここがクランクになる方ですね。だからクランクがこっち向きです。こんな感じですね。はい、このクランク用のボルトですけど、はい、こちら。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、杉色のボルトがあります。アルミのボルトなんですけど、これね、非常に軽いやつなんでいいですよ。もう回転部品だからね、軽いのつけとくといいと思います。じゃあね、黒い方ちょっと出してみましょう。はい、一つ取り出しました。むっちゃ軽い。重さちょっと測ろうか。純正で付いてたやつと比較してみましょう。まず純正で付いていたこれです。これね、持っただけで全然違います。2.8g です。これ。いきます。1.1。ね、半分以下。これ4つだから、4つ測りますね。11.43。じゃあこちら、杉野のやつ4つ。4.6。半分以下ですね。むちゃむちゃ軽いでしょ。だからもう、これだけで相当、変わるかな。これ、めっちゃ軽いわ。いいわ。
あ、そうだ。もう気になるからこれも測ろうか。ね。はい。もともとついてた純正のやつ。ちょっとね、サイズ違うんで、まあ多少ね、大きさは大きいんで重いだろうなっていうのは頭に入れといて、まずこう持ってみて、違うよね。41.24。じゃあこちら。28.61。ほら。ほら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 。ほら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 。ね。じゃあ、こちらも測っときましょうか。24.81。ほら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 。軽いっすよ。もうね、軽量化、バンバンいけますよね、これ。ぜひね、軽量化考えている方にもおすすめです。こんなね、ボルトとセットでいったらいいんじゃないですかね。実はね、すでに試作品で同じやつ乗ってます。まだ字も書いてなくて、売れるような形っていうかね、こういう塗装とかはしてないやつを乗らせていただいてるんですけど、もう何キロ乗ったかな ?200 キロ以上乗ったかな、うん、確かね、結構乗りました。非常にね、楽しいです、これ。上級っていうかね、こう足が回るようになってくると、速度落としたりとか、こうあまり楕円がきつすぎると、こう、ちょっとこう、前後にね、こう、動くような感覚を覚えて、それに違和感を感じたり、あと、足の周りが深淵に慣れてる方って非常に違和感があったりとかするんですけど、これの場合は、それがあんまりないんですよ。ほとんど円形形状に近い、まあちょっと四角いですけどね、これ。こういう四角い感じなんで、なんかね、こう、マリオでこういうやつ上からドーンと落ちてくるやつみたいな、そういう形状。ちょっとこれ見えないよね、これ。ちょっと四角い、こうね、こう四角い感じの形状の楕円なんでね。これがね、なかなか、いいです。これはね、面白いなと思いました。スーパーヒルクライムのこう、斜めにグワーってなってる、これあるじゃない。これで、深淵のやつ出してほしいよね。深淵で歯がみんな斜めに後ろに下がってるの。だからそうするとどうなるんだろうね。非常になんかすごい興味あります。うん。まあいいや。これつけますね。カチャーンとこうはめてもらって。はい。ネジをつけます。はい。つきました。はい。これトルクかけていきますけど、必ずね、杉野さんのやつは、この説明書にいくつのトルクで締めてくださいっていうのが書いてあるんで、それに合わせてください。6.9Nm。僕の場合ね、6.9 って書いてあったら大抵6でやります。まあ、ここの場合は特にね、大体場所でどれぐらいって決めてるんですけど、じゃあまずね、6.9 こっちで締めてみようか。はい、これぐらいです。6.9。あ、6.9、6ね。はい、6です。だいたいね、あ、しまった。これ、締め方これじゃダメですね。はい、僕失敗しました。こういうクロスで締めてください。なんで、次はこちらです。やってるとっていうかもう長いんで、こういう作業。手でね、だいたい、ああ、これでいくつだなってわかるんですよ。はい、これいきますね。はい。ほんのちょっとだけ回る。はい。うん、そう。わかるように、今ちょっとだけ回るようにしてますけど、少しだけ回るっていう、本当にね、毒。体が覚えますよね。特に、6と4は覚えるかな。6の製品と4の製品って多いんですよ。アルミ同士だと6、6っていうのが非常に多くて、カーボンが絡むと4ぐらいっていうのが非常に多いんで、それで覚えておくといいと思います。まあ、ただね、僕の場合は常にトルクレンチ、携帯用のやつ持ち歩いてるんで、やっぱりね、疲れてきたりとかすると、山ん中でなったりとかすると、自信ないです。うん。今はいいですよ、これ。もうピンピンしてますからね。綺麗にトルクが自分の手でもわかると思いますけど、疲れてる時多分ね、測れないんじゃないかなと思って、常にこんな感じで、つきました。これね、つけた時の感じもまたかっこいいんだよね。で、あ、そうそうそう。一回外す。まずね、推奨でない方の製品。5
501とかアルテグラ、デュラエースにつけるタイプの、製品になります。このタイプを一回つけてみます。なんでダメなのか、つけてすぐわかります。どうしてこれが推奨じゃないか。はい、ここ見て。ここキラーンって光って見えるでしょ。ここの、こいつのね、このクランクのステーがここはみ出してるんですよ。じゃあこれ削っちゃえばいいじゃんとか言って思うんだけど、まあ、多分僕はそうするかもしれないけど、まあダメですよね、やったらね。なんで、この状態でチェーンが乗ると、ほら、見て、ここ。これ違和感でしょ？飛び出してるよね。これはね、さすがに飛び出しすぎなんで、新しい製品になりますよね。じゃあ、新しい方が大丈夫なの？っていうふうに思うでしょ。つけて見てみましょう。このチェーンリングとの出会いはね、僕にとっては本当にね、なんか、ね、でしたよ。そう、この出会いは良かったっすね、本当に。僕もびっくりしましたね。本当にね、サイクルモードでうろうろしてって、1日目は気づかなかったんですよ。で、2日目、おやって、なんじゃこりゃみたいな。ついたんで見てください、これ。かっこいいでしょ？ここにね、サイクロイドスーパーヒルクライムっていう字が見えて、チラリと32っていうのが見えて、ね、杉野さんの、杉野って書いてあって、ね、これね、かっこいいっすよ。で、後ろから見るとこういう感じ。で、先ほど飛び出してた部分、こことかですけど、飛び出してないでしょ？ね。だけど、こう、なんかよーく見るとなんかスレスレ感あるなーって言うんだけど、これはね、どうも OK みたいなんですよね。これちょっとチェーンをつけて、見てみましょう。はい。はい、これ違和感ないでしょ。さっきみたいに飛び出してないですよね。で、こういう感じで、動きもちゃんとありますよ。ね、面白い面白い。じゃあね、もう一つついでに検証していきましょう。チェーンリング、この50の32になりました。通常は、50の34用のチェーンリングなんですよ、この基本。じゃあ、これ、32に変えてちゃんと変速できるかっていうやつですね。はい。ポイントは、ここです。これ。これですね。ここにチェーンが引っかかるんで、はい、見ててくださいね。これぎゅーっと回ってきて、チェーンが変速されると、ここでガチャンって引っかかるんですよ。で、こういう感じで、ガチャンって引っかかるんで、そのまま、この後ろが乗り始めます。それで、このままビューってって変速します。はい。これがね、合ってないと、ここで引っかかってくれないんですよ。ここで合ってないタイプだとね、ここでカチャンって引っかかってくれなくって、で、ちゃんと後ろが乗っていかなかったりとかします。はい、これもそうですね。こうやって、カチャンとここで貼って、こういう風に乗っていきます。こういう感じで、この動きですね。はい。これで、うまくチェンジができるんじゃないかっていうところが検証できています。はい、新しく出ました、スーパーヒルクライム。でした。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ね、これで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開してます。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。Whoa!